あれ、会長だ。高野菜出ないの？びっくりした。ちょっと休んでるんだよ。じゃあ俺も。薄い。うん。ありがとう。助かった。お前が言う通り、会長としてもう少し考えておくべきだった。またお前にいろいろと気づかされてしまったな。じゃあメイドのことをみんなに言ってもよくない？バカ、それとこれとは別だ。それにお前だって誰にも言う。当然。俺だけの。メイドだからな。何様のつもりだ。だから海軍の大佐あたりだもん。俺偉い人。いい加減飽きろ。俺は失望しないけどね、会長が何をしてようと。ほら証拠。うわー、お前何堂々と持ってんだよ。お守りだもん。何の？愛の。はぁ、この、そろそろ教室戻るかだな。ああ、奪おうとした会長が悪い。ちょ、お前、あれはヤバいって。どうしよう、いくら、なんでも取ってこようか。でも、お前、今からじゃ下の奴らに拾われるのが先じゃ。って何やってんだ。最短距離。そりゃそうだが死ぬっての。会長が取ってこいって言うなら取ってくるよ。何言ってるんだお前、なんでそこまでしようとするんだよ。なんでって、そりゃあ、鮎沢が好きだから。なんでここにいるんだ。会長、あの変態にまんまと騙されてるし、それに俺のこと呼んだでしょ。な、何言ってんだ。バカな、呼んでないよ。聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。でもまあ、よくできました。あ、やっぱり。薄い、ありがとうな。しょうがないよ、俺だってなんとなくイラつくこともあるよ。いや、だからイラつくことがあるからって。それに俺、独占欲強いから、ああいうの許せない。関係ないだろそんなこと。だいたい勘違いすんなよ。今日はさくらが大好きなんだ。だから美咲にも紹介したいと思ってたんだ。さくらが楽しみ。俺、鮎沢にだけは嫌われたくないな。またそんなことばっか、からかいやがってムカつくな。でもちょっとは感謝してるのに、そういう気持ちも忘れてしまうのかな。体育祭の時の分と、雅ヶ丘の時、あと学園祭の分も、まだちゃんとお前に礼を返してないのに。いいよ、礼なんてなくたって、また何度でも助けに来るし、何度だって俺のこと好きにならせてあげるから。
ご主人様に任せなさい。何よ、バカなこと。まだ怖い？バカにしてるだろ。してないよ。また弱み握ってからかうつもりだろ。くそ、もう話せよ。話さない。相沢が落ち着くまでちゃんとここにいるよ。なんだよそれ、あ、薄い。薄い、ごめんな。許さない。って言ったらどうする？またからかってんのか。元はといえばお前が大会に出たりするから。葵ちゃんの嫌だったんだよ。ビーチプリンセスとやらになって男たちが喜ぶような服着て下心ある奴らに写真撮られて、ただそんな愛沢は見たくなかっただけ。それだけ？何が？それだけの理由であそこまで優勝狙ってたのか。うん。はあ、なんだそれ。そんなことより葵ちゃんの方が大事だろうが。俺にとっちゃそんな。日焼けのほてりが。はいはい。